ありがとうございます、プロデューサー。おかげさまでどうにか成功できました。これまで破れなかった殻をご指導のもとようやく破れました。手応えを感じています。最高に可愛いって、プロデューサー、私困ります。そんなつもりで頑張ったわけじゃ。できますけど、まさかこんなところに連れてこられるなんて。私を困らせて楽しんでるんですか。真顔で言われると反論できません。本当におかしな人。コスメショップ？コスメも買うんですか？プロデューサー、私もう今回だけですよ。買ってもらって文句を言うのも変ですけど。ステージの記憶が完全に飛んでしまいました。その後の衝撃が強すぎて。活動していてこんなに戸惑ったのは初めてです。プロデューサーと二人で私服の買い物なんて。このスズメ、警戒心が薄いみたいですね。こんなに人に近づいて不用意すぎじゃありませんか。すぐ足元まで。プロデューサー、これどうしたら。さすがにそこまではできませんよね。手を伸ばしたらきっと逃げます。ダメで元々でも去られたらそれはそれで楽しい気はしません。プロデューサー、このスズメは何年ぐらい生きられるんでしょうね。そんなに短いんですね。でもその間望むように飛べるなら、たとえ短くても本望かもしれません。そうですね、すみません、楽しむことに慣れていなくて。今日はありがとうございました。